アサリめちゃくちゃ生きてます。どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、カーボンローラーとカーボンローラーデコにですね、イカ速を 3.9 積んだ神ギア爆速イカダッシュカーボンローラーというのをね、皆さんにお見せしていきたいと思います。ちょっと噛みかけましたけどギリギリセーフということでね、はいいやもう恐ろしいと思うんですよ。カーボン言うたらもう近接のプロみたいなとこありますやん。その近接のプロを生かすために超接近したいんで、イカ速つけてガン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 ね、前に出ようというね、作戦でございます。ただですが多くなるかもしれないので、僕はめちゃくちゃ不安です。さあ、それではザトウマーケットで頑張っていきましょうか。いかに距離を詰めるかなんですよね。ゼロ距離まで持っていかないと、うわ、倒せてないやんってなってね、絶望して僕がやられることになるんで、ほんまにもうピッひっついてね、もうぴったりぴったりぴったりね、文字ぴったんかっていうぐらいね、綺麗にうまいことね、ひっついて敵の人ね、倒していきたいと思うわ。スクイックリンはやばいクリンやからな、マーキングまでついちゃったよこれでこうやってコロコロしながら逃げていきましょうか。で距離詰めれそうやったら詰めたってやったったらいいんですけども、あれどこ行ったスクイックリンの人、おらんやん、おらん、あ、ダイナモンスターこれ、あイカ速、イカ速乗りすぎてブレーキでけん予想以上に突っ込んでしまうっていうね、今のが神ギアの罠ですよ。イカ速 3.9 でとっつりすぎてデスするってね。このダイヤモンドでもあのぬり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 してるだけの人かな、わからんと。でもあ、これアシストキルありがとうございます。こういうことアシストキルでいいんです。ありがとうございます、ありがとうございますシューって距離詰めてドーン、シューって距離詰めてドーンですね。でも怖いんで逃げましょう。もうプロモデラーですらもう危険ですから、負けてしまいますからね。うまいこと、うまいこと、うまい具合にとつればね、デブ少なく敵にプレッシャーだけ与えられるっていうね、素晴らしい状況になるんじゃないかと個人的に思ってるわけなんですよ。おー、いけるいけるいける、トゥアカーボンはこの高低差が強いかもしれませんね。なんか天海美術大学とかでカーボンローラー使ったら強そうな気が今一瞬でした距離感ですね、距離感待てダイヤモンド初心者感出てないか、まあ、よう分からんけど、まあ、自分にないですよ。この高低差、この高低差、この高低差がカーボンめっちゃ強い。僕ちょっとそれひらめいてしまいましては、ひらめきクッキングや、ひらめきクッキングけえんかな、食虫植物みたいにタイトリソーのような気持ちにこうやって待っといたいんですよ。で高低差トーン言うてこの高低差が強いぞ皆さん、これはもう間違いない、証明された。高低差トゥーンや、高低差トゥーン、ナイス、ホールド、これトゥーンでトゥーンでトゥトゥトゥーン言うてトゥ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 ーン今のは調子乗りすぎだねでもカーボンローラーのその近接の心意っていうのをちょっと分かったような気がしたんでね、僕は満足や。じゃあジブリナイスしていこう。そうそうそう、その上におる、上やから安心やと思ってるそこの若葉シューターの人、安心じゃないんです、安心じゃないんです、安心じゃないんですこれ倒せるの本当にカーボンの良さやと思う。てかむしろローラーの良さなんかな、カーボンだけじゃない気がする。これウケんちゃん、これワンチャン、やられるやられる、ごめんごめん、おいこれ敵めちゃくちゃ味方やと思ってプロモデラーの人敵やんか、ついに目の錯覚まで起こしてしまいましたけれども、ちょっとちょっとだけ飛ばしていただいてですね、またイカ速 3.9 でシューンって行かせてもらいましょう。やばい、ダイナモの人がちょっと攻撃的になってると、これやられるかな、チャーンチャーンチャーン危ない、ほら今のね、ほらカーボンはもう縦振り当てた方がいい、横振りやったらもうほぼ絶望ですよあの距離何発かあって無理でしたでしょ、そういうことなんですよ。でも縦振りやったらいけるからね、それがもうカーボンローラー、これがカーボンローラー、これがカーボンローラー、これがね、ほんまにエイもおじいちゃんじゃなかった感じだけど、メイもおじいちゃんすぎて無理やったっていうねイエーイ、おーほら見てんちょ、横振りでもさ、今の距離でも、え、一瞬倒せてないのって思ってしまいましたやん。もうそんなんやね。でも縦振りやったらやばいし、機動力あるし、多分もうね、デスしまくってても、折るだけで威圧感半端ない思う。もうプレッシャーインフィニティですよ。プレッシャーの塊に、カーボンローラーに、僕は感謝永遠にという言葉をお送りしましょう。それではまたまたザトウマーケットでカーボンローラーの方を使っていきましょうか。さっきとやり方は一緒ですよ。僕が頑張って頑張って頑張ってね、前にもうほんまに突撃やん、突撃おじいちゃんになるだけなんで、ガンガン行きましょう。お、タケコプターナイスですね。さあシューンって行きましょう。もう早いですからね、イカ速 3.9 のカーボンバグってる速さですから、もうシューンって、こいつなんやねんってなってるぐらい速いからねはい、高低差、はい、高低差、あ、高低差欲しい、高低差、高低差、チャップ、高低差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 、ええもおじいちゃんか、高低差縦振りモンスターやん、絶対やばいやつやったん今、こいつやばって全体的な人思ってましたもん、後ろもおるね、こうやって後ろに入り込めるわけなんですよ。お、誰のボムラッシュや、僕が倒した人のボムラッシュかな、あれ
この辺におる、この辺に。え、おれへん。なになになに、ようわからんけど、インクがない。でもこれいける。イエーイ。でもやっぱ横振り怖いな。今の距離でもワンチャンキルできてんかなって思ったもん。強い。もう縦振りのエイムがあったら本当にローラーはやばいですよ。立ち回りさえ気をつけとけば本当にえげつない武器だと思う。こういうシャーンシャーンシャーン言うてジャンプしてシャーン言うてほんで帰っていくわけですね。やっぱいかにプレッシャーを与えれるか。こうやってシューンって、これプレッシャーね、プレッシャー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 やばいですやん。もう自分にナイス押せすぎてやばいですもん。あ、調子乗った。だってやられたしね、味方の人にあとはお任せしましょう。いや強いですね。でもほんとシンプルにいい武器やわ。何これ。アホみたいに振ってるだけでだいぶね、敵の人にプレッシャーをかけれるというね、素晴らしい武器やと思います。あ、無理やった、こっちから来るんじゃなくて。あ、危ないな、ほんまに。もうめちゃくちゃ半端ない、すっごい武器やなこれ。何カーボンローラー、これ潜伏とかしちゃって、潜伏とかしたらもっとやばいですか。ほんま自分にないっすやん。潜伏まで、もう潜伏までできちゃいますからね。そこおるやんみたいな、これ潜伏まで潜伏まで潜伏。ちゃんともう中心で、横振りは中心で当てへんかった。今みたいにね、あの距離でも倒せない。でもね、あの距離でも倒せなくてもいいんですよ。それ以上にカーボンローラーはプレッシャーと、なんかもう楽しさと、なんやろな、もう高速のインフィニティさがあるんで、もういい、問題ない、問題ない、問題ないです。こうやってシュッてやっといたら、シュッてクリアバラってシュッて。の人持ったんは想定外ですよ。お父さんゲーなんてもうて、ほんまに想定外ですみたいな言うてへんかったっけ。忘れてもうたけどとか言って、シュイーンって、ほら気持ちよく泳げるんですよね。これがカーボンローラーの良さでございます。ほんでちょっと攻め込まれてるなと思ったら、ロボットボムもあるから、ほんでドーンできますから。ドンキーホーテかっていう技もできるんでね、シュッてロボットボム投げちゃったりして、そこにおる敵の人、ナイス味方でした、ありがとうございます。で9番ボムにしっかり気をつけていくわけね。これシューンシューン味方ちょっとアシュートするわ。いやば。上からやったら横振りもいい具合に決まりますね。味方でした、ナイス。もう完璧、もうカーボンローラーの虜になってる僕は。カーボンローラーが面白すぎて、インフィニティ、この高低差の高低差、これ勝てんねん、これ勝てんねん、雨降らしもあるし、それ勝てんねん、勝てんねん、勝てんねん、うわぁ。エイムおじいちゃん、最後も振りすぎてエイムおじいちゃんっていうね、めちゃくちゃに振りすぎたらね、めちゃくちゃに振れば振るほどだんだんエイムがおじいちゃんになっていくという、そういう面白さもありますやん。でも勝ちましたやん、ギリギリで。カーボンローラーのイカ速、ほんまに面白いですね。さあ最後はショッツル鉱山でカーボンローラーデコですね。カーボンローラーか、カーボンローラーデコやったらデコ使ってる人のが多いんかな。やっぱこのクイックボムがあるんでね、より怖くなってるんですよね。でもイカ速さん敵を積んでるから、クイックボム投げることによってインク管理おじいちゃんになって絶望するかもしれんから、とりあえず自分にナイスしていきましょう。もうチャージアウトとかこう行ったったらいいんですよ。こうやってもう一生懸命一生懸命行ったったらいいね。失敗したらすぐ逃げんね。完璧でしょ。もう味方の人めっちゃうまいやん、誰が見てもナイスなやつやん。あ、でこの高低差ね、こういうとこ、こういうところカーボン強いよ、ほんまに。カーボンローラー半端ないでって、インフィニティローラーやでって、ジェットパック空中で倒せるとか、もうそれはやばい。まだスベスベジェットパックさんがね、ちょっとやられてましたけれども、味方の人の神エイムでね、倒しました。これいったったいね、これシューン、ターン、トゥーン、スプラトゥーン、ナイス。全然何がナイスか分からんけどね、僕は何もしてませんでした。で、まあ、こうやってロボットボンドがシュッシュッシュッって投げて、ワンチャンちょっと上のチャージの人倒せんかちゃうかな、みたいな。もう噛みながらもね、こう、なんか淡い期待を抱いてるわけよ。倒せた。自分にないやつでしょ。で、このカーン、クックボン、キャン、こういうことね。横振りで敵を倒しやくすだな、噛んでるけど。簡単に自分にナイスしていきましょうか。横振りで倒しにくかったんをクイックボムで補うっていうね、技ができるわけなんですよ。クイックボム投げて弱らして横振りとかで、横振りで弱らしてクイックボムとか、いろんな選択肢が増えるわけなんですね。こういうことやね。おーマジ。僕の中では2人抜けてるよってやって、完璧に脳がもう2人倒したって認識してた、認識してたけど倒せなかった。もうファンタスティックやん、いうことで。で見て、こういうとこもほら綺麗に塗れるんですよ、ローラーやから。これヒュー、美しい、ナイス。こういう楽しみ方もできるのがローラーのやつだと思うわ。ほんでこれシャン、お、すごいね、今の北斎の人倒して、お前神がかってる。おー、ヘレンス、ありがとうございます、素晴らしい。お、もういいよいいよいいよ、もう敵の人にかなりプレッシャー与えれんちゃうか。ほんまカーボンヤバみたいになってんじゃん、これ。もうカーボンやって、僕の名前はカーボンやってて、でクイックボムもあるよと、クイックボムでここもシュッと降りてくるやろうっていうところをこうシューって言って、シャーンってやって、シャーンってやるんですよね。全部当たってへん。全部当たってへん、びっくりするやつやん。まあ、とりあえずこれだけ投げておきましょう。
で奥に投げて、これ濡れますからね、敵の人追いかけれるし濡れるしって、もう全部素晴らしいんですよ。でこれね、潜伏しておきましょうか。来るでしょ多分ね。来てなかったわ、ちょっと、ああちょっと焦りすぎたよ怖かったよ、言うて、さクイックボムを投げて。多分ね、カーボンローラーが飛ってくるだけでも嫌やし、クイックボムがね、飛んでくるだけでも嫌やと思うんでね、もう敵の嫌がることをするのがもうカーボンローラーデコの役割ではないかと思ってる。ほんでほら見て、調子乗ったインコージーってなってる。これ気をつけよ。で、これシャーンってやったったらいいです。こういうこと完璧や。お完璧やったけど、北斎白斎めっちゃ臭いの人にやられたけど、ナイスです。鳥天食べてなったような名前してるやん。お腹が空いたら鳥天やっていうことですやん。どういうことなのっていうことあるけど、まあ、僕はとりあえず一生懸命なんかカーボンローラーの人生を楽しめた。完璧横振りでゴミを打つっていうね。あ、でも結構塗られてるから試合はいい感じになったかもしれません。さあ、そうでしょうか。そうでしょうかじゃない。噛んでしまいましたけど、間違えてしまいましたけれども、どうでしょうかって言いたかったんですよ。水曜どうでしょう。バーン勝ちました。ありがとうございます。まあ、全然思んないけど意味もわからんけども、これがカーボンローラーとカーボンローラーデコイカ速 3.9 なんですよ。もう無駄に突って無駄にデスするんじゃなくて、突れるとこ突ってめっちゃプレッシャーかけて、あもう無理やなと思ったらもうすぐ引き返す、無理やと思ったらすぐ引き返すね。突る潔さもめっちゃ大事やけど、引く潔さ、このどっちも高速に、攻めも守りも高速にできた時、カーボンローラーは神になります。どういうのもしてよ、これを発信できるでいいんです。ありがとうございます。個人的に思ってるわけなんですよ。おー、いけるいけるいける、トゥー、距離感ですね、距離感、高低差トゥーン言うて、トゥ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 ー、やられるやられる、ごめんごめん、おーこれ敵、トゥーントゥーン、イエーイ、おー高低差高低差、ええもおじいちゃんか、高低差思ってましたもん、後ろもおる、ヒントがない、でもこれいけるかなって思ったもん、うわ強い、シャンシャン言うて、プレッシャープレッシャープレッシャー、押せすぎてやばいですもん、あ調子乗った、こっちからこっちからトゥーン、潜伏とかしたらもっとやばいですか、潜伏まで潜伏やばなったらシュッて、ロボットボムもあるから、ほんでドーンできますから、多分ちょっとアシュートするわ、いやば、これ勝てんねん、これ勝てんねん、勝てんねん、あー淡い期待を抱いてるわけよ、倒せた、でこれパーン、クイックボム、こういうことね、増えるわけなんですね、こういうことやね、おーマジで、これチョーンってやっちゃったらいいです、こういうこと完璧や、おーカーボンローラーの人生を楽しめた、完璧